出してきましたね。もうね、旨味たっぷりぞこれ。はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。みんな見てる。はい、ということですね、今回はこの間ね、至高のナポリタンっていうのをやったんですけども、すごいね、好評でね、バッチシ美味しいねナポリタンを紹介させていただいたんですけども、今回はそれと同じような感じですね、もうバッチリ美味しいハヤシライスを作っていきたいなっていうふうに思います。これね、割と本気のハヤシライスなので、今回はですね、ルーを使いません。ブラウンルーっていうのを作るハヤシライスのレシピなんですけども、まあね、若干手間はかかるんですけども、味は、最高です。レストランで食べるような味です。はい、ですので、それを今から作っていきたいと思います。はい、まず材料です。牛肉 350g かな。でマッシュルーム1パック、玉ねぎ1個、ニンニク1かけ、あと赤ワイン、はい、赤ワイン、とうとうね、出てきちゃいました赤ワインね。これまあ普段使わないんですけど、僕封印してた食材なんですけど、これごめんなさい、昔で僕がガチで料理男子だった時に、今はね適当料理おじさんなんですけども、今回は料理男子だった時に開発したレシピなので赤ワイン使います。はい、ではですね、材料切っていきます。まずですね、玉ねぎです。今回ね、輪切りにします。輪切りのがね、こういう風に、切っていくと、ホクホクするんですよね。こんな感じでですね、大体1センチぐらいですかね、1センチ弱ぐらいね。最後ね切りづらいんでね、皆さん気をつけてくださいね。これね、こんな感じでね、ばらけさせてあげてください。はい、こんな感じ、こんな感じ、こういう風にやるとなんかね、料理ができそうな雰囲気になります。これね、これで炒めたらね、ちょっとね、ただものではないなって感じになります。料理はね、見せかけも大事ですよね。そうしましたらですね、マッシュルームですね、石突きはね、ここら辺まで落としてください。スライスです。こんな感じですね、スライスしてあげてください。結構ね、炒まるとこの軸の部分も美味しいので、捨てない方がいいです。スライスはキノコの食感を残したい方はそんなに薄くしなくていいです。割と厚めに切った方がプリッとして美味しいと思います。でですね、ニンニクです。ニンニクはおろしちゃうので、このね、目はね取り除いちゃってください。真ん中に切り目を入れて、こうやってね、目だけを、はい、取り除いてください。はい、こちらをすりおろして使います。はい、でお肉です。ちょっとね、塩コショウしちゃったんですけども、ここにですね、薄力粉ですをまぶしていきます。まあ、大体ね大さじ1ぐらいかな。でですね、こんな感じでですね、全体に揉み込んでいきます。はい、はい、こんな感じですね。はい、フライパンにバター 30g です。今回ね、4人前ぐらいできるので、結構ね、バター消費します。今回はね、ちょっと結構ちゃんとやってますんで、ちゃんと手順通りにしといてくださいね。これね、その代わりほんとうまいです、これ。はい、でバターが溶け出してきたらお肉をね入れていきます。お肉はですね、ちょっと薄力粉でね固まってるんですけども、ちょっとほぐしながら入れてあげてください。焼き目をつけたいんでね。ばらけながら、すげえ料理動画みたいな、これ料理動画だった。でもね、電子レンジ使うんでね、実はですね、僕ね電子レンジあんま好きじゃないです。フライパンの方が僕は簡単だと思います。なんですけど、料理研究家だからね、そういう電子レンジの調理も研究しなきゃいけないので、強火ですね、強火で焼き色をつけていきます。フライパンちっちゃいから大丈夫で、ね、あんまり動かさなくて大丈夫です。動かさないとですね、焼き色がつきやすいのでね、感覚的にはステーキを焼いていくような感覚です。ここに焦げ目がつくと味が良くなりますので、そうしましたらこんな感じで焼き色がついたら一回で取り出します。はい、さっきの器でいいです。で、油がね、まだねバンバン残ってますので、この状態でですね、玉ねぎ焼いていきます。これをしなっとするまで焼き色をつけながら炒めていきます。で、ここ少しお塩振っていきます。はい、浸透圧で、玉ねぎがしなしなになるからですね、いいですね、色をつけて焦げの色に、というかこんな感じの色にしていきます。そしたらですね、マッシュルームを入れていきます。すいません、問題が発生しました。ちょっとね、フライパンがちっちゃくて炒まりづらかったので、こちらの中華鍋に移行します。はい、最初からこっちでやれば。いい香りがしてきましたね。で、ここにですね、薄力粉です。大さじね
2半だから小さじで言うとこれ小さじなんでね、これ大さじ2杯だからこんな感じだね。でね、炒めていきますね。こんな感じね、よく炒めてくださいね。これね、この薄力粉が後々ですね、とろみになってきますので、今日の料理めんどくさいねもういつもの僕の料理とはね全然思えませんねこれね。まあでも一応ねこういうのもあるんだよっていうことをね伝えたくてねやっております。はい、すっごいね美味しいのができるんでね、皆さん気が向いた時でいいです。はい、気が向かなかったらやんなくていいです。はい、これは今ね中火ぐらいでやってます。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらですね、ケチャップ、ケチャップね大さじ6です。かなり入れます。でね、酸味を飛ばすためにこの状態でよく炒めていきます。ケチャップの水気がなくなってトロットロになるまでですね。で、ビールも飲んでいきます。はい、ビールも飲んでいきます。でこんな感じですね、ケチャップの水気がなくなってきたら赤ワインですね。はい、赤ワイン、はい、200cc 入れます。これがいいね、ルーのねあれがあれになるんですよ、深みが出るんですね。アルコールを飛ばしながらね数分煮ていきます。これもね赤ワインってね結構煮れば煮るほど深い味になるので、ここ強火でいいです。だいたいね3分ぐらいかな。もうね今うまそうでしょこれ。でちょっとね味見、いいですね、味見して酸味をあまり感じずですね、旨味が甘みが出てきたらですね、ここにお肉、溜まったバターも全部、あとお水です。お水 400cc です。はい、コンソメ大さじ1です。今小さじでやってるんでね、小さじだと3ですね。はい、あとですね、おろすねんぬくです。ちょっとなまりましたね。1かけ分入れちゃいます。今までの料理の中で一番凝ってんじゃないこれ久々にこういうの作りたくなった。ウスター入れます。ウスターがですね大さじ3杯ですね。はい、これね、ウスターソースって、ね、結構ね香辛料とかいっぱい入っててね、入れると美味しくなる。はい、でこの状態でね強火で煮込んでいきますよ。強火で蓋しないでです。まあ中華鍋だから蓋ないんですけどね。はい、こんなね、こう感じでとろみがね、すごいついてるの分かります。これね、15分ぐらい煮込んだところなんですね。はい、とろみ的にはこんな感じです。これぐらい、カレーぐらいついてますよ、こんな感じでね。はい、とろみこんな感じでついてます。こうなったら完成です。旨味たっぷりですよ、これできましたので、盛り付けていきます。これ、ハヤシライス、水分が思った以上に飛んじゃったら水足してもいいですからね、これ。はい、今回ね、こんな感じで、お肉たっぷりでいきます。ご飯の方にねパセリを少しかけていきます。綺麗なんだよねこのままね。あとこれねあればね結構です。ちょっとね自分自身にねちょっとねあったのでかけていきますけども、生クリーム、植物性のホイップでも構いません。あとねコーヒーのあれとか少しね、コクが加わってね、すごく美味しくなるんでね。はい、そうしましたらですね、ちょっと料理研究家が本気で作るですね、至高のハヤシライス、はい、完成になります。はい、それではですね、結構時間かかりましたけど、できましたので食べていきたいと思います。はい、じゃあ今日は余ったね、ワインで、いただきたいと思います。乾杯。たまにはワインもいいね。じゃあいただきます。このね香りがすっごくいいんですよ。赤ワインもねちゃんと使ってるのでね。
てつもなくうまいんですけど、ちょっとね、語彙力がね、ちょっと足りなくなってしまいましたね。時間をかけた料理っていうのもいいね、たまには。うん、これやばいです。ほんとやばい、これコクがやばいですね、ほんとにね。ほんとにね、たぶんね、帝国ホテルで出てきてもね、いい、許す、それぐらい美味しいです。まあね、正直ね、これだけやればね、うまいっすよ、それは。はい、もうね、非常にこれ美味しいです。うん、薄切り肉結構煮込んであるの、お肉もすっごい。あとね、たっぷりのバターと玉ねぎ、この切り方すごくいいですね。具材感がすごくあります。甘みも出てて、非常に非常に美味しい、非常に美味しいです。これやべえぞ、これ。まあ、ただね、この料理結構ね、作る人によって味変わると思います。今回はですね、煮込みがちょっと少なかった部分もあって、酸味はね、少し残るような感じになってますね。はい。でも、すごくですね、コクがすごくてね、まろやかになってます。もう少しね、酸味落としたい、方はですね、赤ワインとケチャップの煮込みをもう少し、長くしてください。はい。今回はね、数分で、3分ぐらいでやったんですけども、5、6分、酸味を飛ばすために炒めつけてもよかったかもしれないですね。ただですね、僕はこれ大好きですね。これすっごく美味しい。これやばいわ。今回はですね、煮込み時間短縮したので20分なので、これもっと煮込んでも美味しいと思います。はい。でもっと煮込む場合はね、水を足しながらもうちょっとね、煮込んであげてください。そうするとね、もっとね、味がまろやかになってコクが出ると思いますね。今回はね、ちょっとフレッシュな、なんだろう高校生みたいな感じですかね。もう少し煮込むと大学生になるかなっていう感じですね。うますぎて馬になった。はい、ということでですね、今回ですね、もう本気で僕が作るハイジュアイス、作らせていただきました。まあ、このまま作っていただいてもいいですし、少しね、酸味があるなっていう方は もっと煮込んでもいいです。はい。もっと煮込むとどんどん酸味が少なくなって、どんどんコクが増すのでね、時間のある方はそんな感じですね、倍ぐらいね、煮込んでもいいかもしれません。そんな感じで、ああ、もう酔っ払ってきた。今日動画1本目なのにね。なんで、ぜひ、皆さんも試してみてください。はい、ということでね、今回の料理美味しそうだなとかですね、なんかやってみたいかなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。ビッ。